いや、めちゃくちゃ切ると思いますよ、何回も。だからバシッと1回でこれだって思うときって、ワンシーズンに1着2着ぐらいじゃないですか。あとはもう悩みまくるっていうか、同じ日にも何回も来るし、長い時は1時間2時間普通にいます。だから、あの店員の子が昼飯食ってまだ帰ってきてもいる。お前まだいたんだみたいな感じで、家に自分のある服の似てるような服も一緒に試着してジャケット合わせるとかっていうことはやりますね。うん、あとね、見慣れ感じゃない、見慣れてくるじゃない、何回も着てた、でまた違うの着る、違うの着る、またここにも戻る、パッと違うのに行くみたいな、それがしっくりきちゃうみたいなことない？あ、ないか、あるよね。狙ってたのはこれなのに全然違うっていうか、なんかまたニュアンスと違うものに行くっていう、あるよね、なんかその感覚。これはでもまあパッと見もう間違いない、決め手はダブルなところとか、あとはサイズ感、割とこれダボっとしたのが楽だし雰囲気出るし、誰が着たってかっこよくなるでしょって思うんだけど、そしてこの色がまたね、枯れた感じがこういうのさらっと1枚着てたら、なんか何でもかっこいいんじゃないですか。俺はどうしても柄を着てしまうけど、モガミもこれはまあぶっちゃけ正直自分の服に合ったからっていうのが、うーん、ハードル高いと思うんですよ。逆にシンプルすぎておじさんっぽくなりやすいし、色とか、いや、まあ、形もそうだね。でも形がこうだからはあれだったから、うん、このギリギリ感がでも、これいいなだから逆にやりすぎてなく、さりげなくやってるからかっこいいと思う。攻め続けるコートを引き立たせようとしないってお互いがぶつかり合う、いわゆる滝藤スタイルです